泊りがけなんてダメに決まってるだろう。なんで？陸上部で行くキャンプなんだよ。引退したんじゃないのか？だからこれで最後だから、打ち上げも兼ねてだよ。今回は諦めた方がいいんじゃない？熱あるんだし。もう下がったって。向こうで具合悪くなったらみんなにも迷惑かけちゃうでしょ。そうだけど。だけどじゃない、そうなんだ。キャンプ誰か？スケちゃんと坊主だ。本当にそれだけなんだろうね。なんで？お兄ちゃん近所でガム太郎って呼ばれてるよ。なんで？いつもベタベタしてるからじゃない？あんたはいいけどね、向こうは女の子なんだから親御さんが心配するようなことしなさんないよ。してないよ。へえ。ずっと食べないつもり？食べたら行ってもいい？来年は受験だから遊べなくなるし、私だってみんなとそういうとこ。熱があるような子を無人島に生かすのは嫌なの。声大きいんだもん。なんかあった時どうにもなんないでしょ。やかん、なんでテントいらねえんだよ。あそこって前リゾート計画あっただろ。建てっぱになってるホテルがあるからいらないんだよ。だって一応寝るとことかあるらしいんだけど、シーツと枕を持ってった方がいいね。お前なんかすげえな。あ、そうだ、スケちゃん、ご飯なんだけどさ。適当に魚でも釣って串で。だって魚だけじゃさ。トモエに頼めば。あ、スケちゃん、トモエ連絡した？まだだけど。嘘！なんで言ってないんだよ。やる気あんのかよ、スケちゃん。ごめん。もういいよ、俺話してくる。どうしたの？そんなことよりお前、なんで明日じゃなきゃダメなんだよ。お前帰ってきてくれて本当よかったよ。お前だけで聞いてくれんの？あのさ、明日俺秋吉！私行かない。え？だって秋すごい楽しみにしてるし、お前来ないと女の子一人になっちゃう。悪いけどさ、私も年頃の娘っていうか、男の子も一緒とかあって親も反対すると思うのかな。おお、サク、久しぶりだな。おじさん、明日トモエも連れてキャンプに行きたい。ああ、いいよいいよ、持ってって持ってって、ついでにもらっちゃって。ちょっと、とにかくさ、あいつも気使うだろうし、私もどういう顔していいか分かんないし、ちょっと気持ち整理する時間欲しいっていうか。ごめん、秋には電話しとくから。はい、広瀬ですが。稲城総合病院の佐藤と申しますが。広瀬彩子さんはいらっしゃいますか？ちょっと出てるみたいですけど。何か？あの、お嬢さんのことで。え？もしかして秋さん？いえ、姉ですけど。では明日再検査に来ていただけるようにお伝え願えますか？あの、どこか悪いんですか？いや、念のためですよ。でもどっかおかしいから再検査なんですよね？不安を消すためにもということです。はい。ただいま。どうしたの？うん、別に。いらっしゃいませ。Sakutaro、 秋吉がキャンプ行けなくなったらしいぞ。え？さっき龍之介から電話あってさ、親父さんにご本山に連れてかれるとかで。何それ？それって生えんの？ん？髪。抜けた髪の毛って戻んないだろ。だから
残ったやつに頑張ってもらうしかねないんだよ。残ったやつか、頑張る。はい、広瀬です。アキ、サクちゃん、さっきポストにテープ入れといたから明日のこと。ごめん、サクちゃん、私もしかしたらいけないかも。え、熱下がんなくて。本当にごめんね。本当にごめんね。いいよいいよ、また行けばいい話だし、体早く治して。みんなで行きたいと言ってたのにそんなことになっちゃってごめん。でも楽しいキャンプになるようにその分いろいろ用意しとくし、アキがちょっとくらい熱出しても大丈夫なように 120% 準備しとくから、安心して来てください。夜空に消えてく星の